毎週水曜のこの時間はショーンテイ・ショーノさんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにおはようございます先週は武将な人がやる気を出すお話をさせていただきました今週は武将な人は死んでしまうというお話でございます親子の武将が寝転がってこうタバコを吸っておりますってえと お父っつぁんお父さつん,さん火の粉が落ちたよあ、そうかい拾いなよいやだ俺はめんどくせえから。お前さん拾いねえな。やだよ俺だってめんどくせえや。お父っつんの落とした火の粉はお父さつん拾いなよ。ああだんだんと障子に燃え移ってきたよお父さつん早く消さねえと火事になるよやだよめんどくせえ おめえ気しねえよ。お父っつぁんがめんどくせえなら俺だってめんどくせえよ。とうとう親子して焼け死んでしまいます。地獄ではエンマ大王に裁判を受けています。お前たち、なんで地獄へ来たかわかるかはい。めんどくさがって火を消さなかったからです。なぜお前たちはそうも頑固なんだえい。朝廷の市柱水命では、 生年月日から、甲、乙、平、低の甲。昨日への木の性質であると言われました。昨日への木は、眼鏡で曲がりにくい。すなわち、融通が効かない、頑固で強情な性質であると言われました。なるほど。火事になるプレッシャーで精神的な病も出て、火事をそのまま見過ごしました。昨日はプレッシャーにも弱いそうです。有名人では、同じ名式に、 ビューティフルマインドという映画に出てきたノーベル賞のジョン・ナッシュがいます。彼の木の絵の性質が、暦で金の年を迎えて統合失調症を発病します。金属の斧は木を切ってしまうからです。歌手のホイットニー・ヒューストンやブリットニー・スピアーズも同じ性質の青年月日を持っているので、プレッシャーに弱く見えます。おー、ショーンテというのはすごいんだな。ぴったり当たっておる。 わしの高血圧も理由があるのかな治し方は小音程に聞きました。高血圧を治すには腎臓の薬だと関係ないんじゃないか血というのはイコール火の性質。火の性質イコール心臓や血液循環に連動しています。高血圧イコール火が強すぎる状態。火が強すぎる状態イコール水が弱すぎる状態と判断されます。 水は臓器で言うと腎臓を表しますので、この水の性質を強める対策を風水や漢方で整えるんだそうです。西洋医学でうまくいかない人は皆、みな小音程を尋ねるんだそうです。そうか。いいことを教えてくれた。お前たちは無罪だ。小音程の電話番号を知ってるかはい。310-787-1891。サイレンなったべな いっぱい食っちゃったなー。いい。までお電話ください。ありがとう。ガブリエルとナターシャ。ショーン・テイショウノさんでした。ドラゴンゴッドお問い合わせは三一零七八七一八九一まで。